今日う28歳の誕生日を迎え、メディアに特別公開されたタンタン。人間ならば80代の高齢で、心臓疾患のため一般公開は中止されています。タンタンには会えませんが、誕生日をお祝いしたい人たちのために、今日は展示場の外にノートが置かれ、それぞれが思い思いのメッセージを書き込んでいました。 今月12日には大阪の中国総領事館からお祝いのケーキがプレゼントされていてその様子を動物園の公式 YouTube チャンネルで見ることができます。